はい今回はね、えー、旅行英会話に関して、えー、やらさせていただきたいと思います。視聴者の方からぜひともお願いしますということで、まあ、今まで、まあ、昔にね第1弾か第3弾してんだけど、最近やってなかったんで、えー、今回久々に旅行会話、えー、旅行英会話、えー、ということでやらさせていただきたいと思います。今回第4弾ということで、でえー、レストランで使う英語ということで、えー、超基礎会話になりますけど、やらさせていただきたいと思います。 えまた皆さんの方でね、ご要望がありましたら、まあ、高度なね英語ということでやらさせていただきたいと思っているので、まあ、ご要望いただければ、ビジネス英語でもえやらさせていただくので、よろしくお願いいたします。で、えー、レストランの英会話ということで、超基礎英会話になりますの、ね、で、そこをご了承いただければと思います。で、えー、席に着く場合、まあ、店員がまずね、何名か来ますよね。その際って、店員が聞かとしては、how, how, how many people are you? って感じね、How many people? って感じね、まあ、Are you? ええ、いらなかったです。How many people? How many people are you? The 回答としては一人だったら just one。a 四人だったら we are four people って感じだね。五人だったら we are five people。we are six people って感じで言ってね。まあ four people、two two people、six people って感じで言ってもいいんだけど、まあできればまあね丁寧に言えば主語と動詞使ね入れた方がいいんじゃないかなって感じがします。で次にですね、えー、店員呼んで注文するときでストローに言えばいいかということなんだけど。 えー、その中で注文と取ってもらえますかっていうときね。Can you take my order? って感じでね。Can you take my order? まあ、くじゅうの方がね。どちらかと丁寧、より丁寧ですね。くじ take my order? まあ、最後に please つけると、えー、さらに、えー、丁寧になるんじゃないかなって感じがします。で、これを注文して、これお願いしますって言えばね。Can I have this one? まあ、this one please でもいいんだよね。まあ、大体まあ、めんどくさいときは、this one,this one,and this one,this one,this o one, n one, e p l e a s e って感じでね。まあ、いいんだけど、まあ、より丁寧であれば、can I have this one? Yeah, I'll have.、まあ、have this one, I'll have this one って感じで言ってもいいんだけど、Can I have? i have this one って感じで言う感じです。で、最後、これで全てです。まあ、全部注文しようと This one and this one and the s all って感じで、ね。まあ、これ全てですって言えば、t h a t s all って感じで、ね、言う感じです。 ええー、会計時ってことで、会計する際って日本の場合だったら結構レジに自分で行くこと多いですよね。まあ、店によってまた違ってくると思うんだけど、海外だったら、まあ、基本テーブルで注文した場合、テーブルで呼んでね、店員さん呼んで、えー、会計お願いしますって言わなきゃならないです。まあ、その場合ったら会計時、会計してくださいっていう場合で、ね、まあ、手を挙げたりとかウィンクしたりして呼んで店員さんを、えー、その中でまあ簡単です、まあチ。チェックプリーズとかね、チェックプリーズって感じでね、えー、いう感じです。 で、えー、クレジットカードを使用したい方もいます他のカードなを含めてね、どのように言うかというと、Do you accept? Accept っていうのは、いわゆる受け入れているかってことでね。だから、その中でクレジットカードを扱ってますか、受け入れてますかって感じで言う場合て、Do you accept credit cards? で、手の回答としては、Yes, we accept credit card b u n d a r y b i s s master.We don't accept American Express, unfortunately. って感じで言って、 よくあるのがねあの、ヨーロッパとか行くとなんか AMEX が使えないこと多いんですよ。だからよくこういうふうに言われる。So we, ESV Accept Trade Care Boundary, Visa Master.Visa Card or Master Card って、ね、言うけど、まあ、よく皆さんもね、カード別に入れても入れなくてもいいです。Visa、まあ、か Master って皆さん言ったりします。それと同じような感じ。日本語でも言う感じで略したりもできるんで、SV、yes, Accept Trade Care Boundary, Visa Master。We don't accept AMEX?AMEX で言す。AMEX ね。American Express AMEX。 アンフォーシ t ン n a t e いうのはね、えー、不幸なけど、とにかいいということ。これは、まあ、丁寧な言葉です。で、その際、まあ払いする際というのはね、まあ、テーブル会計もあるんだけど、機械持ってあるんだけど、まああのー、レジまでってカウンターまでお願いしますという場合はね、えー、Can you come to the counter for paying? って感じね、いうふうに言われるんで、そのまま、い、えー、く感じです。で、えー、店によってはね、現金しか受け付けてない店ってあります。日本でもそうですよね。海外でも結構ね現金しか受け付けてない店ってありまして、 えー、その中で現金しか受け付けてない店の店員の回答として受け付けてない場合ね、だから can, can you accept credit cards って言われた場合、a 受け付けてない場合は、えー、sorry we don't accept credit cards only cash って感じね sorry we don't accept credit cards only cash って感じで言うんだけど、credit card は残念ながらね申し訳ないです credit card、えー、を受け付けてません。えー キャッシュっていうのは、まあ、現金です。キャッシュ。キャッシュ最近、キャッシュレスとかなんかそういうので、結構日本人でも使ってるのは、これ英語ですからね。あれ、カッシュ。で、客の答えとしては、うん、OK。I'll pay cash って感じね。わ、えー、かりました。つって、じゃあ、現金で払いますって感じね。I'll pay cash って感じ,感じです。で、 店によっては手数料、えー、クレジットカードを受け入れてるんだけど、えー、手数料を、ねえー、請求する場合があります。これはやっぱりクレジットカード会社に対して払わなければならない手数料ってあるので、その意味を含めて2.5%と1.5%から3%くらい取ってるとかありますけど、えー、この場合、店はどのように言うかというと、<laughs> Yes, we actually cash, but if you use it, We charge t h extra e fee 2.5%って感じで言ってくるんです。だから、We、私たちは、Yes, はい。私たちはね、クリックカを受け入れてますの We accept クリックカーです。しかし、If you use it, もしあなたが使うのであれば、We charge t h extra e fee 2.5%。Extra っていうのはね、えー、まあ余分な、まあさらなる、まあ、りあものということで、fee ってコストね、費用。え2.5%、ー、のチャージをするということですね。請求をしますということですね。 で、今回、まあ本当に超基礎英会話ね。旅行英会話、超基礎の旅行英会話でしたけど、まあビジネス英語なんかでも、もし何かこういうもので、仕事で使いたいあればね、言っていただければ、英語講座としてやらさせていただきたいと思ってますので、要望いただければと思います。ということで、まあ次回楽しみにしていただければと思います。